皆さんこんにちは。今回は車はもちろんバイクにも使える最強のコーティング剤をご紹介します。いろんな種類のコーティング剤がありますが、今回のコーティング剤はバイクにもかなりおすすめなんです。どうしてバイクにおすすめなの？って言いますと、ガソリンタンク、ミラーなどにも指紋がつきにくくなります。すごさを伝えるため、 iPhone の画面で指紋がつくか試してみましょうか。全く指紋がつかないでしょ。指紋がつきやすいカーナビの液晶にも使えるよね。このコーティング剤のすごさは分かったと思いますが、肝心の撥水能力が気になりますよね。バイクのガソリンタンクでどのぐらい撥水するのかやってみましょう。今はコーティング剤を塗る前の状態で水をかけています。ではコーティング剤を塗ってみたいと思います。洗車した後に拭きながらスプレーをかけるだけなので、やり方も簡単なんです。ピカピカになったよ。では水をかけてみますよ。わかりましたか？コーティング剤を塗ったら水をかけても全部下に流れていきました。撥水能力も抜群ですね。今回のコーティング剤欲しくなりましたか？私はバイクのガソリンタンクに指紋がつくのが嫌で、バイクにはこのガラス系コーティング剤を使っています。このコーティング剤は塗装表面をガラス化してくれる次世代のコーティング剤なんです。ミラーだったりメッキパーツにも使えるので、バイクにもめちゃくちゃおすすめです。 Amazon の購入先リンクを説明欄の枠に貼り付けておきますね。ということで、めちゃくちゃ短いけど今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次もぜひまた見てくださいね。